吉田さん、重いものが持てない人は持てるように腕を鍛えたりしないといけないですね、体をね。で、体を壊しやすい人は、まあ、健康面に気をつけるためにいろいろと工夫しなければいけないかなと思います。で、お金がなくて困ってる人はやっぱりお金を稼げるようにならないと、誰かからもらうかね、返さないことを前提に借りるかみたいな発想になっちゃいますんでね。で、まあみんなの銀行もそうなんですけども、いくらやっても稼げんやんみたいなね、そんな声もあると思うんですよ、だから稼げないうちに弱音を吐いたら稼げないですね。だから稼げるまでやるしかないということなんですよ。まあそれしかないと思うんですよね。稼げないうちはやっぱ稼げないですよ。それだけの筋力が養われてないんだからね。で、まあ車も維持費ってかかりますよね、だから維持費を捻出する力がないうちはやっぱね、持てないと思うんですよ。だからそういうのも込みで考えないと、私のね、ナイト2000は結構な金額で買いましたけども、でも維持費のことを考えたらかける2ぐらいはいるなと思いながら、その腹積もりができたんでね、購入したんですよね。買ってランニングコストのことを甘く見ているとひどい目に遭いますね。まあ確かにね、1000万ですか、ガソリン代ね。10年で20年で2000万っていう計算になりますよね。確かに吉田さん激しく乗ってますもんね、アルさんよね。まあ私の場合はそういった消耗する維持費っていうのはかからないにしても、まあでもかかるわけですよ。まあこれからね、まあ整備できて綺麗になったらガンガン乗ると思いますけども、まあそれをヘッジする意味でも、まあ普段使いカーっていうんですかね、まあやっぱこう複数台持っていると、まあどうなんですかね、まあまあ適度に乗って適度に、まあ、乗車負担を分散するっていう形で2台持ち3台持ちっていうのは、まあ、そんな悪い選択じゃないと思うんですよね。またあと快適さも違うでしょう。やっぱ自分の思い通りの服を着る、思い通りの靴を履くみたいな感じで、まあ、どのねドライバーズシートに乗るのかって非常に重要で、吉田さんはあの車からエネルギーもらってるみたいなこと言われてましたけども、そういうのって結構多いんですよね。自分の好きな人とお付き合いして自分のパフォーマンスを落とすような人との縁を切っていってね、で自分の好きなものを食べたり自分の好きなアイテムを持ったりとかね、そういうふうに自分の好きなもので、そして好きなことで自分の周りを固めると自分の人生が好きになると思うんですよ。だからこう自分の、意にそぐわないものを仕方なく使ってる期間が長ければ長いほど、まるで自分に本当価値がないかのようにね、自分の人生がつまらないように映っちゃうんで、そういう意味でもね、私はなるべく自分の思い通りのものを持ち、思い通りの人と付き合い、思い通りのことをした方がいいかなと思いますし、そのために唯一やることってお金稼ぐことだけなんですよね。お金稼ぐことを一つ、これを解決するともう思い通りの人生がある程度得れるようになってくるんですよね。で、そうした中で、まあ、私の立場から偉そうに言わせていただければ、あ、お金で解決できないことあるな、確かにっていうふうに思うんですよ。ただお金で解決できないことっていうのは確かにあるんですけども、ほとんどの人はそんなこと気にせずに人生を全うすることができるとも思います。大抵のことはお金があったらなんとかなることなんですよ、ね、人との仲が悪くなるのもなんでですかと。どちらかがお金をケチったりするからっていうのは結構多いですよね。何か問題が起きた時に機嫌を直すほどの金額をはいどうぞってやったら、大抵の人はまあまあそういうつもりじゃないんだけどねっていう感じで半分にやけてくるわけですよね。これいやらしい意味じゃないんですよ。やっぱりこう欲しいという欲求が人にはありますんで、その欲求を満たしてあげるっていうので代謝行為ができるんですよ。この怒りを収めてくれっていう行為が、こっちのお金が実は欲しいんだっていう行為が達成されることによってなんか埋まるんですよね。だから怒りを収めたりとか不満を抑えるっていうのは、実はお金をポンと払うよりもすごい難しいんで、そのスキルがある方はすごいなと思うんですよね。お金で解決する以上にお金を全く払わずに問題解決する人ってのは、これはすごいですよ、でも大抵の人は、まあ、お金で解決した道の方がその共通の悩みですからね。お金についての悩みってのは、その悩みを瞬間的にですら解決できる、そんな方法があるんだったらそっちを取った方がいろんな不満を切ると思うんですよ、ね、よくね、あの家業の人が落としめつけるんだって時に、まあ、ある程度の金を詰めってことですからね。
身代金という言葉もありますけども、人の命とお金を交換するっていう、そんなことも昔からありますしね。医療現場にしても、お金を払える人が医療を受けて、お金が払えない人はお医者さんもタダでは働けないですからね。お医者さん一人ではない、看護婦、施設、薬剤、いろんな機材、これ全部お金が関わってますから。なんで医者は金がない人を救わないのかって言ったら、医者はそういう気持ちがあっても、実際いろんな仕入れをしたり、人を使ったり、施設を維持するのにお金がかかるんで、それを医者が負担しろって言うんですかって話になっちゃいますから、まあ冷たいように聞こえますけども、でもまあそういうもんだと思いながらね。もう子供が夢を見てるわけじゃないんで、正義の味方が現れて、その人の負担でやってくれるとかね。それから宗教家じゃないですけども、世の中にある不誠実とか不具合っていうのは、いつか神様が全部ね、人類が解決できなかった問題を全部解決してくれるみたいな、その他力本願思想っていうのがありますけどもね。だからそこは宗教の私はね、ちょっと嫌いなところで、ちょっと宗教の話でまとめますけども、もし神様がこの地球に来てくださるとしたら、人間が自分たちで人間の問題を解決した時、もしくは解決に向かった時ではないかなと思うんですよね。そうじゃなかったら、あ、もう地球はいいやと、人類はいいや、失敗作だった、はい、もう他のとこ行こうみたいな感じで神様も呆れてしまうんだと思います。そこまで神様にお人よしを求めるものではないと思うんですね。まあその中の、まあ、小さな問題、人によっては大きな問題であるお金の問題解決は、日々取り組むことによってなくなると思うんですよ。そうするとね、お金の問題が解決できれば、きっと人生の問題のほとんどは解決できちゃうんじゃないかなと思いますんで、しっかりとね、稼いでいきましょうということになります。そして稼ぐっていうことは、誰かの役に立っているということだと思いますんで、堂々とお金を受け取るべきだと思います。以上です。